じゃあちょっと新ツムの確認していきましょう。はい。でまあ事前の情報通りマレドラとブルーフェアリー来てるん、が来ますけど、まずはパッと見流し見しましょう。ブルーフェアリー少しの間3チェーンでボムが出るよ。おお、完全にブルーフェアリーの上位互換や。41消去41消去きたな。うわ、めちゃめちゃかっこいいやん、ツム。なるほど、パッと見こんな感じです。はい、ではまぁちょっといろいろ考察していくんですけど、まずブルーフェアリーが最初にもうボム生成してくれるんですよね、これが。でもこれで最初で40消去ぐらい確定してるじゃないですか。これの補正値見ましょうか。74消去から、74消去。あ、74コイン。74キョ、あ、4コインで、消去数が43でしたよね、確かね。さあ、ちょっと流しますけど、で、その後323。あ、間違えた。323なんで、通常の43が350。あ、補正値かかってるけど、そこまでかかってないんか。かもしれないな。あ、結構かかってた。ちょっとエクセルの方を見ると、画面が切り替わったかな。はい、こんな感じで、今、調べたところによると、まあ、マイナス30%ぐらいかかってます。ので、まあ、3段階ぐらいかかってるかな。いう感じの補正値です。まあ、ちょっと補正値きついけど、まあ、どうすかね。雪エルとかと同じっすね、確か。なんで、雪エルみたいに40消去3回とかできて、スキルループすれば、全然雪エルとかと同じ性能になるんで、まあ、弱くはないっすね。まあ、間違いなく強いは強いけど、まあ、使いにくいぐらい。そこだけっすね。でももう初動でさ、ボム作ってくれるんで、そこは強いっすよね。ということで、じゃあちょっとそのまま、効果時間ちょっと調べてみようか。効果時間が、この5秒から、7秒ぐらいあるわ。結構長え。交換時間長えわ。これ強いかもしれん。あ、これ強いわ。普通に強いと思う。まあ、これのね、補正値はね、まあ多分めちゃくちゃかかってると思う、正直。41消去で、消去前が1978コイン。で、消去後がどれぐらいになるか。2175で、通常41消去だと330コインなんで、あ、これを補正値見るとですね、これマイナス 40% かかってるんだけど、でもさ、まあ、結局さ、1スキルでさ、500枚とか稼げれば、バズとかと変わらないんすよね、結局。でもこれ、効果時間的な感じじゃないんすよね、これ多分。効果時間じゃなくて、変化するんすよね、これ多分。斜めライン上に消して、繋ぐと、
参りの角を消す効果が残るなんで、でもさ、2175から2228、2228、2175から2228。ちょっと待ってください。今見れてないかもしれないですけど、2128の17消去で、17消去だと純増が66コインなんで、なんかね、チェーンの方だと、なんかね、マイナス 20% なんで、補正値違うかもしれないですね、もしかしたら。はい。周りの積むところ、周りの積むのやつだと、違うかもしれん。補正値としては、この最初の41消去で、マイナス 60% ぐらいかかってるんだけど、この後に、この17消去が、さっきのマイナス 20% なんですよ。34消去のところ見たいんだけど、最後まで残ってなかったんで、そこが見れないっす。はい。っていう感じですわ。新ツムは。でも間違いなく強いっすよね、これ。しかもこれ、ブルーフェアリー、一種類のツムが、そういうことか、これ。ブルーフェアリー強いやん、これ。ブルーフェアリーの方が強いんじゃない、これ。一種類のツムがさ、これ、ボムに変化してるんだ、これ。だから、これ40消去して、さらに、これ、効果時間中3種類のまんまなんだよ、これ。これは、これ強えな。これ強えな。これ両方ともぶっ壊れ説あるね。ただ、ブルーフェアリーはちょっと扱いにくいところあるけど、まあ、邪魔れみたいなもんすよね。邪魔れマレウス的な。ボム消さなきゃいけないっていうのはめんどくさいけど。なるほど。これは強いな。これは、両方とも強えな。間違いなく。弱くはない。そんな感じっす。